どうもキックです。今回はギルバドやっていきたいと思います。お相手遊撃士協会ですね。今は、アベマ TV の生放送が終わって朝まで飲んで帰ってきてギルバドやってます。皆さん見てくださいましたかね。一応過去の放送も見れるんで、見逃した人は、まあ興味ある人は見てください。これ行こうかな。まあなんか途中具だったんですけど、そして時間割とかガン無視であったんですけどね、時間割とかもうガン無視で適当に進んでいった感があるんで、なんか申し訳なかったんですけど、まあまた機会があって呼んでくださったらまた出たいなと思います。僕自身結構楽しかったんで、また機会があればぜひ呼んでほしいです。まあ消毒さん人の動画見ないんでこれ見てないと思うんですけどはい、下がちょっと、上はもうパパッとルシェンで行きたいと思います。ちょっとルシェンより安定するパーティーがいないんですよね、正直。下をまあ石パかな。ちょっと石パ水タイプ、あ、倉庫に、ちょっと倉庫のキャラを引っ張り出していきましょう。倉庫のキャラをちょっと放送でガチャ引くのにぶっこんじゃったんですよね。なんか使えるキャラを打てる方弱いけど、ペラデとかいた方がいいな。今ダレオンを使おうと思ったんですよ。テレフォン石ついてねえな。まあいいや、一応出しておきます。まあこんなもんでいいかな。どこでしたっけ、ここか。作り直し、ガレオンクロエルシェン、僕の攻めで一番安定するガレオンクロエルシェンで、下がポセイドン、久しぶりの登場ですね。なんかほぼ首状態みたいな感じだったポセイドン、ほぼ首状態のポセイドン使って、あとがダリオンで、石パなんで受けてから相手回復もいないですし落としていくと。ダリオン石ついてる、オッケー。ちょっと叩き切ってない、危ない。まあしょうがないでしょう。こうかな。ちょっとこれでいきたいと思います。アベマ TV、クーイングさんギルメンで僕が呼んだんですけど、思ったよりネタが面白かったっていうね。なんか生で近くで見るとすげえ面白いですよ。はい。思ったより本当に面白くて、おお、ちゃんと芸人やってんなと思いましたね。クーイングさんとは結構仲良くて、はい。ちょいちょいあったりしてるんですけど、まあ公式出れたらいいですね、ウィングさん。やばい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 、なんかちょっと重いな。最近絶対ピンポイントでガレオン狙ってくるんですよね、気のせいかな。こっち大丈夫ですね。これで OK でしょう。はい。やっぱ安定なんですよね。このタイミング割り込むんだ。このタイミング割り込むのは聞いてないな。
どうする。いや、ファイアブレス来るだろうしな。まあ意味ねえか。これでいいや。やられた。まあここはやっぱりガレオンからかな。てかこっちも回復いないのことに気づいた。石パーとか言って作ってたらこっちも回復いないんですけど、どうしようこれ。気づいてしまいました。ちょっとお酒入ってるんで。ひでえな。こっちも回復いないっていう。やばい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 。あ、押し付けがある。大丈夫。いや、反撃。反撃は痛い。あ、でも来ないか、こっちには。こうだな。頑張って落としきるぞ。ダリオンが耐えてる間に。落ちろ。うわ。耐久振ってんな。よし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 。いけるぞ。ダリオン頑張ってる。あと一回。お、ナイス暴走。これはもらいましたね。よし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 。ダリオン仕事しました。次どこ行こうかな。嫌だな。この辺行ってきますか。嫌だな。これも上はコッパーかな。ちょっとコッパーしかないかな。もう攻めがワンパターンなんだよな。攻めがワンパターンなんですよ。コッパーしかいないんですよ、こっちには。闇譜が早いかもしれないんで黒絵にします。下どうしようかな。オリオンか。オリオンペルナ嫌なんですよね。石何枚かにもよるしな。石2枚いたら事故るっていうか、負けるっていうか、ボコられるっていうか。どうしようかな。難しい。しかもリテッシュもいるからな。これ厳しいんだよね。ペルナだけだと水で染めていこうとか思うんですけど、リテまでいるとちょっと厳しいと。火で攻めるか。でオリオンが鬱陶しいんですよね。こっちもオリオン使いますか。速度勝負か。オリオン使いの、オーリオンでつながるかな。微妙なんですよね。オリオンザイロスつながんないんだよな、多分。ザイロスやめようか。オリオン、コナミア、オリオン、コナミア、水イフ、これでいこうかな。いけるかな。まあこんな感じでいってみましょうか。すごく眠いっす。で、そうだ、僕アメバ TV の生放送中にあれだけ弾けなかった、風姫弾いちゃったんですよね。本当にあれだけ弾けなかった風姫を
なんか3連目ぐらいでもう1回目のバチで風邪ひめ引いちゃって、盛り上がったのはいいんですけど、もうあの放送には何かが何か見えない力が働いてるんじゃないかっていう疑念が生まれちゃいますよね。僕もちょっと思いましたもん本当にまさか引くとはみたいなね。正直風邪ひめ引いたからって劇的に何かが変わるわけではないんですけど、まあ、現実的に引けそうな中で一番欲しかったのは風邪ひめですね。はい、まあ、現実的に一番引けそうなキャラで、まあ、僕なんかは毎月月始めの伝説は買いますんで、それで伝説1回、それでまあタワーハードとノーマル両方クリアするんで、まあ、伝説月に3回は確実に引けるんですね。まあガチャもそこそこやってれば引けるんで、ガチャに課金しなくても、やっぱ順応は揃ってきますよね。うん、でもまあ和姫だけってわけじゃないんですけど、あと14何体だろう、 4,5 体出てないと思うんですけど、まあ、残り本当にそれだけなんですよ。でも風邪姫引いちゃうともう本当に残りは順号引くしか嬉しいことがないんで、ちょっと ガチャを引く気には全くなれないですよね。あとはまあスキルマンのための餌引きみたいな感じになると思います。お、石一体だったな。縦割り入ったところに行きます。なんでオリオンですね。あー、ピンポイントスタン来ましたわ。リモかける、一応リモかけときましょう。うっとうしい、オリオン早く落とさないと危ない。あー、縦割り消えてた、やべ、ナイス、ボソー、やばい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 、うー、いい火力、これコナミは間に合わねえな、やばいな。お、危ない、今のクリ出てたらやばいっすね。これで一回落ちるかな。あ、邪魔だ。よし、いいとこで暴走するんだよな水イフは。いいとこで暴走しちゃうんですよ水イフ。水イフゲーなんですよやっぱり。オリオン攻めで使うとめちゃめちゃ使い勝手がいいんですよね。ギルバトはアリーナだと最速オリオンにしてから攻めがつながんなくてめちゃめちゃ事故ります。はい、なんとかなりましたね。もう一人どうしようかな。なんかやっぱりいろんなキャラ使っていきたいな。どうしようかな、この辺。いや、セクメトだもんなこれ。セクメトだもんな。なんでこんなセクメト持ってんだろう。これいくか、これいきますか。下縦割り2枚いるんですよね、これ嫌だな。上はまあコッパーでサクッと終わらせて、下をなんかちょっと
やっぱり2枚いるからデルフォイは入れたいな。で、数アタッカー。で、クロエがいるんで、剥がしが欲しいですね。クロエがいるから、剥がしが欲しい。この全体防御では吹いたら、もうデコイとか関係ないですからね、正直。ベラデかな、ここは。いけんのか、これ。まあ、これでいきたいと思いました。いってみましょう。上、長期戦になるな。吐くの方がいいな。まずいようなからいって、まあ適当に、その後は展開次第っていう感じで。ちょっと最近オリビアの速度がちょっと遅くて、相手が先に動くことがあるんで、そうするとまずいんですよね。だからもうちょっと速度を盛りたいんですけど、いかんせんドラゴンそんなに回ってないっていうことで、オリビアの速度が更新できてないんですよ。オリビアにあんまりいいルーンを与えたくないっていうね。そして、最悪迅速にするとかもありかなと思ってます。風姫、水イフの流れ。これバフ乗せてトリスマ打って暴走で1体持ってかれますから、まずいんですよ、この流れ。この前に今割り込めたし、普通攻撃打ってきたんですけど、今は。この流れがまずいんですよ。だから最近は結構クロエ使ったりしますね。いいような落とす。一旦防御バフ入っちゃえば、割と耐えてくれるんで。ここまで来るともう多分事故らないんですね。アークも一応バフを剥がせるんで。で、まあ、オリビアはミス狙いを優先的にしていきたいかな。スキルにいつでも使えるようにしとかないと、防御デバフ入った時怖いんで、一応残すように心がけてます。そろそろ溜まるんで風姫落とせますね。この段階になったらもう打っちゃっていいですね、これ。あとオットです。問題は次、言ってこなかった。ここはアナベルからかな。アナベル狙いでいきます。精神ショック。うわ、睡眠した。そこそこ。お、立てられた。けど、このタイミング来るよね。まあ、剥がします。さすがに使おうかな。
うわ、やばいやばいやばい、危ない、あれいた6000、あやばいやばい、それはまずい、それはまずい、精神ショックとかカメラ落とし、精神ショックかな、お、ナイスターン、暴走しない、やばい、うわ暴走された、それはダメ、そのタイミングの暴走はダメ、暴走しないな、フーク暴走しないと相手落とせないんですけど、間違った、リテに打てた今、リテ動くな、に回復しましょう、きついなこれ、ここでフーコが暴走しないと落とせない、しないけど、ほら、ダメだこりゃそう、リテに暴走されたのかな、痛かったっすね、フーコの暴走待ちっていうねはい、では今回これで終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました。